バウンドテニスにおいてサービスの角度付けは、戦略においてとても重要な要素ですが、いざやろうとすると次の悩みに直面するかもしれません。手首だけでコースを変えてしまう、着地後のスピンでコースを変えようとする、また立ち位置と着地点の最大角度、これしか角度がつけられない、上げ始めるとキリがないんですが、今日はキャリア35年の私があなたが抱えているサービスの根本的問題を解決するような動画を作ろうと思っています。当チャンネルはバウンドテニスの普及を目的にしています。審判講習の動画や有名選手のフォアハンドイメージビデオなど人気動画もチェックしてみてください。またチャンネルの強みとして全国の仲間たちとお酒を飲みながらライブ配信も行ってますので、そちらも楽しんでもらえると嬉しいです。それではね、早速解説していきたいと思いますが、多くの人が勘違いしているのはラケットの軌道と腕の振り方にあると思います。そう、ゲスナーのみんなにアンケートを取らさせてもらいました。意外に縦振りって方がね数パーセントいらっしゃいました。そう、アンケート結果はこんな感じになってます。で、あくまでね私の個人的見解なんですけど、私の中の正解は2番目の80度の斜め振りですね。はい。で、縦振りがなんでダメなのかっていうところをちょっと説明させてもらうと、ヘッドが加速しない、であと回転がかからない、グリップがどうしても厚くなってしまうからです。で、縦スイングは体側に沿ってスイングするため、肩の動きっていうのはすごく窮屈になるんですね。いや、でもねこれ冗談抜きに本当に股手に振ってみてください。もうね、私もさっき振ってみたんですけど、もう肩がバキバキって言ったり、ちょっと関節の音が鳴るぐらいやっぱりスムーズじゃないなっていうのは身をもって体験することができました。おそらく皆様もイメージは縦かもしれないんですが、実際には斜めに振ってるはずです。で、縦スイングだとまず回転がねかかりにくいですよね。で、そのため手首をごねてなんとか回転かけようとしがちなんですよ。そうするとね、手首の怪我のリスクにもなりますし、安定しないので、おすすめはできません。また安定させるには回転量を増やすことをおすすめします。斜めにスイングすることで回転量を増やすことができますので、で、そしてボールのスピードをさらに上げるには、スイングスピードですね、ヘッドスピードとも言いますが、それを上げることですね。で、ここがねなかなか難しいんですけど、そのためにはある程度手首の角度、よくコックっていうんですけど、このコックの状態を維持し続ける、そのままスイングするっていうことが結構大事なんですよ。手首まっすぐ伸ばして、自分の打ちたい打点で打ったらですね、ほぼ間違いなく、真上に飛んでっちゃうと思います。力が一番入る場所で手首がまっすぐだとおそらく上に飛びます。私もそうなります。なので家でできる練習としてこんな動作がありますので、ぜひやってみてください。これはですね、壁ですね、壁とラケットの面、これをですね平行にする、そしてこう前に押す感覚だったり、回転をかけるこう横にずらしながらとか縦にずらしながらとかですね、斜めにやってみたりとか、こういう動作を繰り返しても壁とフレームがガチャガチャぶつからないこと、これが大事です。常にラケット面は壁の方向を向いている、このコックの状態を維持し続けている、そのまま、
力を前に、後ろから前に、斜めにですね打つ、このタイミングの時にこの状態を維持するっていうところが、非常に大事。これ感覚なので、ずっとですねもうこの状態キープしながら、1時間のドラマ見るのもどうでしょうか。もう目つぶってもこの感覚覚えれるようになれば、あなたはその頃にはねものすごい速いサーブが打てるんじゃないでしょうか。それではね、本題の方に入りたいと思いますけど、コースですね、サーブの角度なんですが、結論から言うと腰の開き具合ですね、これでほぼ決まります。今上半身の話結構しましたけど、やっぱり大事なのは下半身になりますね。右利きで話をすると、まずは、トス上げる前っていうのは右足に重心を置いてください。右足にしっかりと体重が乗っていることを感じつつ、トスと同時に徐々に、左足に重心が移動します。でその時に、腰がですねどこまで開くかですね、ここで言うと、腰の骨盤の、左側ですね、開けば開くほどクロスに、そのままを維持すれば、ストレートというかセンターというか、まっすぐ打つような、そういうイメージで私は打ってます。決して手首でこねたりとか、こう回転かけるようなクロスにしたいんだったらボールの、どうしてもこう右側をね打ちたいのかなとも思うんですけど、そうではなく、腰の開き具合っていう、ほんの微妙な角度なんですが、ここも感覚なんですよね。ここだけで角度をつけることで、相手にもコースを読まれにくいっていうような、ことにつながるのかなっていうふうに思ってます。アンダーサーブってなんか動画作ってやっぱ思ったんですけど、難しいですよねこれ。よくあのテニスのサーブって野球の投球フォーム、あれを真似るようなこう例えみたいなのあるんですけど、ちょっとこの動画作りながら考えたんですが、ソフトボールのねあのウィンドミル、あれがなんとなくですけど、ちょっと動画をいろいろ私も見てたんですけど、やっぱあれ両足にこうグッと踏ん張って、でやっぱ右足で蹴って、で左足がこうガツンとこうストッパーになって、でその勢いでですね結構リリースポイントなんてもうあのお尻と同じぐらいのところからスパーンとこう慣れてる感じなんですよね。なので、あの腕の振りだけ言うとすごい縦回転なんで、今の動画と少し矛盾はしてしまうんですけど、なんかイメージとしてはあの下半身のね、下半身のイメージとしてはあのウィンドミルの投球フォームってすごくいいんじゃないかなって思いました。ちょっとこれはね自分でもただイメージって言ってるだけなんで、そこまでねウィンドミルこう研究してやる必要はないと思うんですけど、あくまでねこうああいう体重移動っていう意味合いでは参考になるのかなっていうふうに思いました。そんな感じでね、サーブの角度のつけ方について、ちょっと話もそれたりもしましたけど、下半身の動きだったり、腰の動きだったり、またスイングは斜めだよっていうような話をさせてもらいました。今後ねちょっとこういう動画増やしていきたいなっていうふうに思ってます。これもう聞くだけでも全然ね参考になるように、考えてますので、ラジオ感覚で聞いてもらうっていうのもありかなっていうふうに思ってますので、テーマについてはねちょっと皆さんに募集もしたいなっていうふうに思いますので、あくまでねこれ個人的見解なので、こうした方がいいっていうわけじゃないっていうのはご了承願いたいと思います。
はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。カリスマを